マメズタランは着生植物になる卵化植物である。その姿がシダ植物のマメズタにとてもよく似ているのが名の由来である。マメズタランは単子用植物卵かマメズタラン属の植物である。細い匍匐形にまばらに葉だけをつける植物である。この類はニセ球形の先端に葉をつけるのが普通で、本種は例外的な形である。根茎は細長くて硬く。 枝分かれしながら補服して、樹皮などに着生する。葉は楕円型で、傭兵はわずかにそれらしい部分があるだけ。葉はほぼ円形から基部が少し伸びた形で、長さ約1センチメートル、先端は丸いー葉質は硬くて厚く、周脈も目立たない。花は初夏に出るが、葉より高く伸び出すでもなく、まばらにつくので目立たない。家系の基部から出て1センチメートル以下。 先端に花を一つだけつける。新弁は、ごく小さく、他の五弁は、先がやや尖った楕円形で素直に開く形。色は淡い黄色が普通。稀に紅色を帯びた花を咲かせるものがあり、紅豆豚と呼ばれる。産地の岩や樹木の樹皮状に着生しており、その表面を這い回り、密集した群落を作る。名前は豆、スタランデ。 シダ植物の豆豚によく似ていることから。この両者は形態がよく似ていて、遠目にはややこしいが、豆豚の方が、捕食系が細く、一面に毛が生えているのですぐ区別がつく。豆豚の方に放射葉が出ていればなおわかりやすい。ただし、見かけるのは豆豚の方が、はるかに多い。豆豚は、着生植物としては、強い方に属し、 人家周辺にも出現するが、豆タランは、そのような環境に生育することはない。なお、近縁種の麦蘭なども一緒に生育していることがよく、ある。関東異星の本州から、琉球列島、朝鮮南部や中国からも知られる。実用的意味はない。干渉価値も特に高くはないが、蘭だというだけで採集される、時勢柄、各地で減少している。幸いは、 絶対不可能ではないが、環境適応力が乏しく乾水量、湿度、通風、日照などの諸条件が公的範囲と少し違っているだけで固死する。長期にわたる栽培維持が難しい欄として知られ、実用的な人工増殖技術は確立されていない。ありがとうございます。